ーバス。空からの災い。こんにちは、こちらラブール警部です。ラブール警部、上から物が落ちてきたの。何？上から物が？落ち着いて、今すぐ向かいます。わあ、ゴミだらけじゃないか。どこだ？ハリネズミママ。ラブール警部、最近上から物が落とされる事件が頻発しているの。絶対に犯人を捕まえてください。安心してください、ラブール警部にお任せを。行きますよ。水やりをしていたのか。ゾウさん、そんなところに植木鉢を置いちゃダメです。下に落ちたらとても危険なんですよ。すみません、すぐ片付けます。あっちです、行きましょう。やめろ、下に物を落とすな。ヨーヨーで遊んでいたんですね。物を落とした犯人はどこに？犯人をとっ捕まえたら絶対に。行きますよ。あれ、誰もいない。いえ、これを。ここに足跡があります。足跡はここで消えています。一体どこに隠れたんでしょう。警察、見つけられるもんか。ねえ、そこか。しまった、見つかった。待ちなさい。犯人はお前だな。僕も手伝う。それ。これで逃げられないぞ。そう簡単に捕まるか。ひ
今日の遊びはここまでだよピーくっこらなんてひどいやつだ。大丈夫、逃がしませんよ。なんだこれ、滑る。ハンドソープか。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、高いところから物を投げるのはとても危険なことなんだ。たとえ小さな小石でも高いところから落ちるとものすごい衝撃になるんだ。絶対に高いところから物を投げちゃダメだよ。バン。お願い、いいねをしてね。探す灰色コガモ。ママ、ママ。坊や、大丈夫ですか？ママがいないの。ほら、泣かないで。お母さんを見つけてあげるから。えい、安心してください。ラブールケーブにお任せを。坊や、お名前は？僕はハイロ。お母さんの名前は？ママ。違うよ、ママの名前のことだよ。ママはママでしょ。ママの電話番号はわかるかな？確か0900。マシマシ。ハイロ君のお母さんですか？はい、なに？ハイロ君。なに君？ん、ハイロ。灰色のスカート届いたのね。いえ、失礼しました。ハイロ君、はい、電話番号は合っていますか？覚えてないよ。それじゃあお家はどこかな？覚えてない。でも家の隣に大きな池があったよ。池？菱食いさんの家は池の隣ですよ。早速菱食いさんの家に行ってみましょう。ん？どなた？わっ！ガチャ！わぁ、僕も遊ぼう！プッ、プッ、プッ！ラブール警部、何かあったんですか？ひしくいパパ、お宅で迷子になった子はいませんか？いないよ、うちの子はみんな家にいるからね。みんな集合！はい、うちの子は6羽なのに1羽増えたぞ。あれ、ハイロ君は？どれがハイロ君だい？そうだ、みんな隊列を組むよ。はい、はい。見つけたぞ、ハイロ君。また振り出しですね。ビルクアイス好き好き。ハイロ君、ママはよくここでアイスを買ってくれますか？お店の人に聞けるかもしれませんね。
いらっしゃいませ。乳牛さん、ハイロ君のことを知りませんか？あ、ハイロ君？なんでここに？さっきお母さんが探しに来てたわよ。あ、どこに行きましたか？あっちよ。ああ。ママ。白鳥？ハイロ君は白鳥だったんだね。ママ、ママ。ママがいない。あそこです。あの子ったらどこに行ったの？すみません、通ります。このままだと見失っちゃいますよ。方法ありました。よっ。白鳥さん、白鳥さん。ラブール警部。ようやく追いつきました。あそこを見て。ママ。ハイロ君。ママ。ママ。無事でよかった。ハイロ君、ママはとても心配したのよ。ママ。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、パパやママとお出かけするときは絶対に離れないようにね。万が一はぐれてしまったら、その場で待つかおまわりさんに助けを求めようね。それにパパやママの電話番号やお家の住所を覚えておくと、おまわりさんが早くパパやママに会わせてくれるよ。覚えておいてね。ワン。危険なキッチン。よっと、よっ、はっ、よっ、よっ、じゃーん。はいよ、ジャジャン麺2人前お待ち。おわあ、おいしそう。パンダシェフ、すごくいい匂いですね。そりゃあ秘伝の香辛料使ってるからな。秘伝の香辛料？これはパパのパパのパパから伝わってきたものなんだ。なんだ。なるほど。おかわり。秘伝の香辛料のおかげじゃないか。それがありゃ俺だってこれが世界一のジャージャン麺だ。おいしすぎる。ワンダシェフ、もう一杯香辛料か。何かあったようですね。行きましょう。パンダシェフ、何があったんですか？ラブル警部、秘伝の香辛料が消えたんです。なんだって？我が家に伝わる家宝なのに、きっと誰かに盗まれたんで、助けてください。ご安心ください。ラブール警部にお任せを。香辛料が盗まれたなら何か手がかりが残っているはずです。ベルマン君、手分けして探しましょう。なんだ、小麦粉か。おや？あ、足跡？犯人は窓から入ってきたようですね。もうなんてひどいこと。すぐに捕まえてやる。ちょっと待った。犯人はまだキッチンにいます。なんだって？
見てください、ここには入ってきた足跡しかありません。犯人はそこだ。ふん、逃がさないぞ。一か所だ。待て。あ、はっ、えい、おい、やっ、やっ、サルさん、犯人はお前だったのか。違うんです、俺はただジャジャ麺の作り方を覗こうとしただけで、香辛料は盗んでません。疑うなら調べてください。サルさんじゃないなら香辛料はどこに行ったんだ。これは香辛料の匂いじゃ。こっちです。匂いはこっちから来ているようです。目にもキッチンが。見に行きましょう。トマト、人参、キノコ、キュウリ。僕は天才シェフだ。うわー、シェフシェフ。秘伝の香辛料を。はじゃあ。はい。チャラ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 。あれは娘の声だ。急ごう。危ない。あった目が痛いよ。パンダちゃんをすぐに病院へ。ダブルケイムのワンポイントアドバイス。みんな、決してキッチンで遊んではいけないよ。キッチンには鋭い包丁や熱々のスープ、調理家電などがあるので危ないんだ。保護者の皆さんも子供から目を離さないようにね。ワン、知らない人にドアを開けちゃダメ。オオカミ、止まりなさい。もうすっごい。ありがとう。どこにいた。危なかった。急いで隠れる場所を探さないと。ママはちょっと出かけてくるわね。はい。そうだ、知らない人が来てもドアを開けちゃダメよ。うん、わかった。ママ、行ってらっしゃい。行きます。ウサギちゃんが一人でお留守番だなんて、これはチャンスだぞ。誰？こんにちは、オオカミ急便です。荷物をお届けに参りました。荷物？ドアを開けてもらえませんか。そこに置いておいてください。ほら見て、おいしいものたくさん入ってるよ。チョコにキャンディ、ポテチもあるよ。うわー、おいしそうなものいっぱい。そうだよ、ママが買ってくれたんだ。早く開けておくれ。知らない人が来てもドアを開けちゃダメよ。そうだ、開けちゃダメだった。ママが帰ってきてから受け取ります。まったく、これでも騙されないなんて。何か考えないとな。ははー、そうだ。誰？開けて、ママよ。ママ？あれ？でもママの声なんだか変だよ。それは風邪をひいたのよ。早く開けて。大変。
ママ、早く入って。水を持ってくるね。水を持ってきたよ。え、ママじゃない。気づくのが遅かったな。助けて。逃がすわけないだろ。あの悪い狼、今度はどこに隠れたんだ。うん、お、これは狼の服。うん、きっと近くにいるはずです。狼はよく変装して留守番中の子を騙してドアを開けさせるんです。こんにちは、ラブール警部です。この人を見かけませんでしたか。次はウサギさんの家です。ゲゲ、そうだ、早く着替えないと。誰かいませんか。何かご用ですか。ウサギママ、この人を見かけませんでしたか。いいえ、見てないわ。今日は病気でずっと家にいたんです。ウサギママ、どうして足が灰色に。これは流行りのストッキングなの。それに顔も灰色ですけど。これは煙突掃除をした時に汚れたの。ごめんなさいね、もう休まないと。ちょっと待った、お前はウサギママじゃない。あがきだが、オオカミですね。あばよ、止まれ、逃げるな。くらえ。これでどうだ。捕まるもんか。逃がしませんよ。悪人は絶対に逃しません。ラブールケーブ、安心してください。ほら、もう悪い人は捕まえましたよ。ラブールケーブのワンポイントアドバイス。みんな、一人でお留守番をしているとき、パパとママ以外の人がノックしてきても絶対に開けちゃダメだよ。悪い人はいつもいろんな方法で騙してドアを開けさせようとするから騙されないようにね。何かあったら必ずパパかママにすぐに電話するんだよ。絶対覚えておいてね。ワン